はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ジャックアトラスです。さあ本日なんですが、皆さんはエンマ竜王レッドデーモンカラミティというモンスターご存知でしょうか。このムキムキおじさんね、こいつイカれてまして、あ最近ね OCG ではあの禁止になったんですけども、まあ、マスターディールでもなんかそろそろ禁止になるんじゃないかなと僕思ってまして、これなんでかっていうと赤き竜っていうモンスターが実装控えてるんですね。今後赤き竜っていうモンスター来るとこのレッドデーモンカラミティ簡単に出ちゃうんで、まあ多分これ禁止になるんじゃないかなと思ってまして、そのタイミングで OCG の方で禁止だったからね最近ね。だからちょっと禁止になる前に使おうと思って禁止になる前に使ったりの精神で、今回はデッキを組んできました。レッドデモカルミティ君、これ何をするかっていうとですね、中南2体プラス中南以外のドラゴン族闇属性シンクロモンスター1体というね、シンクロ条件で作れて、まあ、割とまあ難しい方なんですよ出す、出し方は。ただまあ今の現代遊戯王においてあのこれを用意するのは簡単ということで、まあ出し方はまあ簡単ですと。で出した時の効果めっちゃ強いです。このカードがシンクロ召喚した時、この効果の発動に対して相手はコアドの効果発動できないということで、まあ、無敵の効果ですね。でこのターン相手はフィールドで発動する効果発動できないと。これだから通ったら相手のターン完全に縛れるんで、まあ、フィールドで発動できなかったら効果をね、まあ、大体何もできないじゃないですか。まあちょっとわらびとかで、ね、そういうのは別ですけども、まあ、基本何もできんと相手だから、これ通ったら大体勝ちなんですよ。だこれを、通していきたい。で今日ですねギミック何を使ってるかっていうと、青龍です。はい、まあ、これは完全に趣味なんですけども、まあ、青龍がねせっかく全開放されたんで、まあ、青龍使っていこうということで、まあ、青龍でどうやってカーメン出していくかって話なんですけども、レベル7、2体並ぶとですね、スターシップギャラクシートマホークっていうねぶっ壊れモンスターを出せまして、スターシップギャラクシートマホークが成立すると一応相手のターンでレベル12 の, あの中南2体シンクロ召喚ができるんですよっていうギミックがあって、これを今日は使っていきます。まあ暴天候とかねアサルトシンクロンとかでこのレベル操作したりとかいろいろできるモンスターなんですけども、これを使ってなんか中南2体と闇属性シンクロモンスター、あードラゴン族を並べて、でそこで相手のターンにシンクロしていくという感じですね。まあちょっとねそのアクセルシンクロンのアクセルシンクロ効果でシンクロしていくことになるんで、こいつってメインフェーズにしか発動できないんですよね。2番の効果がシンクロ召喚するっていう、だからねここが弱点。うん、まあ赤き竜も、まあ、似たようなもんだから、あのメインフェーズだけじゃないけど、あいつはなんか優先権でいきなり発動できる、まあ、無限保有とかに弱いとかね、そういう弱点もあるから、なんかあのね一番強いのは正直ね多分ね相手のターンにいきなりシンクロする方法なんだけど、ちょっとそれやるとコンボパーツちょっと若干安定がなくなるっていうのと、やっぱレベルなら2体並んだらこれ確定するのがやっぱ僕は強いなと思ってるんで、あとセール使いたかったっていうのもあるしということで、まあ、このギミックにしていますという感じですね。まあちょっと回し方は見ていただいたら分かるかなと思うんで、早速ねはい爆誕させていきましょう。出たら勝つやろ、デュエルスタンバイ。いやもう青龍使い倒すしかねえよな。こういうさやっぱなんかそのふざけたデッキだと割と活躍できそうな気すんだよ青龍。まあ、ちょっとガチ対決だとどうなるか分かんないけどねこれね。バーナー組んでこっちはねバーナーだから、まあ、どっちでもあんま変わんねえか。うららをね受けた時にねどうするかなんだよね。結局 G はもう弾けないから基本的にはね、あうららね、はい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 、でこっからなんですよ結局。うらら一発受けてでその後にまあ何ができるかっていう感じなんで、青龍はこれは先にこっち出しに行く理論ですな。レドックスとバーナー除外します。でこれ地属性が持ってこれますもんねこれね。俺は炎から使ってるから、個性竜持ってこれるんでレドックス効果でこれ、ね、G がマジでね地属性ならマジででかいよな。これ増殖する G の属性地属性のマジで熱い。これでリアクターンもうさすがにねうららは飛んでこないんでね、もう撃ってるから相手なんぼらそうだな。あとはまあ無限放流とかもなさそうなんでチェーン的に、まあ、ニビルがあるかどうか、まあ、ちなみにニビルで終了。ちなみにニビルでオア終わりこのデッキ、スターシップギャラクシートマホークの効果、まあ、この後のチェーンだよな。はい、おい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 、なんもなそう来た、なんもなそう来た。スターシップギャラクシートマホークと、トークンでウィンで、ウィンとトークンでエルフ、はいで、ラドン、はい
ちょっと今からね何が起こるかって感じですよ皆さんね。もう一旦お前何がし何こんなにこの知らん展開みたいになってますよね多分ね。でトークン出ます、ラドン効果。あ、まあ一生このラドンとかいうモンスター生きてるけど、なんか大丈夫なんかなこいつは。こいつはなんか一生生きてる世界線なのかな、ちょっとね分かんないですねこの人ね。なんかこの人は許容できないパワーになってくるねパターンもあるからね、ちょっとどうなのかなっていう気がするけどね。はい、で、一回サベージを出しに行きますと、はい、でこうして、OK、で、チェーン1、棒天候、で、チェーン2、サベージ、で、これで、レベル8の闇属性のシンクロモンスターがこれちょっと爆誕するって感じなんですけども、これちょっと後で使います。で、棒天候くん効果で、これ久しぶりに使ったリフン。めちゃくちゃ久しぶりに使ったわ、リフンとかいうモンスターで、まあ、オライオン出してで、アクセルシンクロン出して、はい、で、レベル操作ですね、これね、まあ、この辺のね、なんかレベル操作はなんかうまいことね、もうちょいできればな、なんかゴミ減らしてればなと思ってんだけどね。まあ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 、はい、まあこんな感じっす。これ、盤面弱くねってなりますよね、これね、マジで。ああ、ちょっと分からせるから。ちなみにタイミング逃しがちなんで、融合破片、なるほど、融合破片、なるほど、融合破片か、楽園から。いや、これアレバスできたらやばいもんね、普通に。アレバスできたら普通にキモいから、春裏投げるしかないな、春裏投げるしかない。で、なんかな、あーなんか、いや、これは無効にするしかないか。じゃあ、いや、これね、チェーン2でね、発動すると、マジでね、タイミングどかすからね。いや、カラビティ君の良くないところ、シンクロ召喚した時って書いてあるからね。ちょっと待って、バレルロードサベージでちょっと測る向こう。ちょっと、アレバスできたらやばい、普通に。アレバスが出てくると、アレバレラ2は出されるから、単純に。だから、まあ、これで処理終わった後だな。これ処理終わった後。ハルラ、お前、レベル2になんないか、今から。で、これで、これ処理終わる、処理終わる、優先権来い、優先権、優先権来い、優先権、優先権、きゃ、アクセルシンクロンの効果、通れ、なんかある、やばい、ほよ、ほい、あ、来た、通った、いや、まあいいか、もうつかなくていいや。で、レベル8の、サベージに、2体のチューナーをチューニングシンクロ召喚、現れよ、絶対破壊神、レッド、デーモンカラビティ効果発動、シンクロ召喚に成功したとき相手はフィールドで発動する効果を発動することはできない。よし、勝ったのこれ、勝ったの。てか僕やべえ、これエルフ使うタイミング見せたら、これちょっと相手がモンスター出してきたら、あとだったらあれなんだっけ、レイウィンちゃん出せようと思ったんだけど、ちょっとミスったわ、ごめん。これちょっと抜かったわ、これ対人戦で初めて決まったから抜かったわ。エンドエイジ来た、エンドエイジ来た、エンドエイジ来た、サンダードラゴン来た。でこっからね、あとはね、聖竜で打点作りに行って勝てばいいっていう話なんで、伏せあんのか、うっとしいな。ちなみにこのデッキの苦手なね、デッキはね、わなび系です。わなび系がマジで無理。わなび系がね発生すると、こっちのターンで基本的に動いてくるから、カラビティあんま意味ないんですよね。あ、ハカアーナ来た、ハカアーナ来た、ハカアーナでどれだ、レドックスか、まあまあまあ、まあ、しょうがないか、レドックスしょうがない、レドックスレベル2じゃない、しょうがない、レドックスはレベル2ではない。でレドックスは結構除外されていく、レドックスの方が使えないが、除外されたブラスターの効果は起動できるよな。でブラスターで個性流もらってきて、個性流、個性流じゃない、ブラスターいるもんね。でバナーぶっこんで、はい、オッケー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 、おい、おい、これはアタッカー用意すればいいか、レベル5かなんか持ってきたらいいかな、これ。まだ召喚券使ってないですもんね、僕。ドラゴンサンダー、ドラゴンサンダーレベル5。アドバンス召喚だな、これ。アドバンス召喚じゃねえか。シンクロ召喚する意味はあんまねえもんな、これ。
アドバンス召喚だな。で、オライオンをリリース、アドバンス召喚。はい。で、なんか死んで、よくわかんないけど出しとくか。打点足りてます。打点足りてます。やりました。あ、個性入れ出しやつだけだよ。まあ、ミスった。やばい。ミスった、ミスった、ミスった、ミスった。ミスった、ミスった、ミスった。やばい、やばい、やばい。ちょ、イヤップさらした、イヤップさらした。イヤップさらした、イヤップさらした。やばい、ちょっと、マジでイヤップさらした。ちょ、待って、個性入れ出した精霊だけだよ。最悪や。ちょ、待って、一回シンクロ召喚しに行くわ。シンクロ召喚しに行きましょう。オライオンでいいか、オライオン。出す。これ何出せんの、これ。あ、バロネス出るやん。バロバロバロちゃん出るやん。バロちゃん強ない。5。3、2、あ、来た、これ、神ゲー。バロちゃんはさすがに、強いな。バロちゃんさすがに強い。まあ、エンドか。やばい、アルティメットエアプさらしたわ。ちょ、ごめん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 。勝ったと思った。今、シンクロ召喚しかできないんだ、つまり。蘇生して、チューナーを。ごめんごめん、ごめんて、ごめんて、ごめんて。なんか、カラミティもっと簡単に出せる方法ねえのかな。黄金室、はい。なんか、簡単に出せる方法、まあ多分2枚コンボとかだったら多分出るんだけど、全然やっぱそのレベルなら2体並んだらもう出るっていうのが破格で、ちょっとこのギミック使ってるんですけど、なんか他にもね、いろいろギミックあるんですよね。一応赤き竜が来たら赤き竜ですけど、絶対に赤き竜が来ない状態でカラミティ出すのを、まあどういう風に、まあ確かに俺カオスシンクロとかでは使ってた記憶あるな、自分で。ああ、まあだから、まあいろんなギミックで出るんだけど、やっぱねレベルなら2体並べばいいっていうのがね、あまりにも破格なんだよね。なんか簡単だから一番と思ってこのギミック使ってるんですけど、なんか他にもね、いいギミックあったら教えてください、皆さん。よかったらコメント欄でお待ちしております。愚かな埋葬、いいでしょう。わからんけど、カルテシアが手札に加わって、あと残り1枚何かで、X で、サーチはしてなかったよな、確か。やばい、なんか普通に謎の、なんか、まくられる可能性ももはやあんの、やばい、これ。デスピアン、はい。まくられる可能性出てきてもてるの、マジでやばいな、これ。とりあえずね、マストカウンターをバロネスで決めれば多分ね、なんとかなるんですよね、これ。アレベル、ここじゃない。これサーチはいい、もう。サーチはいい。サーチはいい。サーチはよろしい。で、楽園融合、オッケー、これだ。ここ。これやろ。これやろ。これや。うわ、バロネス。こうか。向こう。カルテシアもう出せないもんな、今。アルバスいねえから、特殊はできねえし、メインページ16枚来た。きたー。耐えたー。耐えたー。あぶねえ。クソみてえなプレミしたけど、なんか耐えたわ。あぶねえ。カラミティ、あぶねえ。カラミティ出してもね、勝てるとは限らない。うわ、古生竜大集合来た。個性入れた、もうハンド強いな、結構。これ、なんかめちゃくちゃコストと、何、ぶん投げるカードが揃ってて、うわ、リームカードした。やば。マラドムちゃんじゃないですか。まあ、アムリターラマジで強いからね。マラドム使うなら今じゃない。林先生言ってたよ。マラドム使うならいつですかって。ああ、もうこのネタ古い、このネタ古いか。このネタ古いかも。リームハートミューク、投了するか。ああ、了解、了解。マクセルマラドムだな。相変わらずものすげえ展開だな、これ。マグナムーツ。やべ。マグナムーツやばくない？マグナムーツやばくない？普通にやばいこと来た。ちょ、やべやべ。まあでも言うてあれか、ビーストと刺さんねえか、言うて。そんなに。この、ちょっと光闇あんまりないんだよな。まあ、展開途中で使う、だからその、除外されてマジで困るみたいなやつはいなかった気がするから。まあ、そこはね、いいところだよね。清流デッキの。光闇がいなくて、風、地、炎、水だから。まあ、ビーステッドはね、基本的には踏まんのよ。まあ、たまに展開で使うのが、暴天候とか、まあ、アサルシンクロみたいなやつは踏むんだけど、楽園のエチュード、なんかやばいことしようとしない？なんかシンクロ召喚しようとしてるやん。あ、やばい。ちょっとこれはね、あれかもしんない。これどうなんのこれ、最終盤もわかんない。ルベリオンミークで、あ、ディスパテルか。なるほど。はい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 。なるほどね。ディスパテル効果。蘇ってきます。マナドムリームハート。やばいです。
ニッタイで、あ、バレルのサベージ、なるほど。え、強くね、何この盤面、最強なんだけど、マジ強くね、やばいな。でバレルロード、サベージラゴンの効果発動して、リンクモンスター装備する。いや、これ普通に強いな。でもライトハートなんだ、弱いな。クロシープとかこれ使うの、これなんかわかんねえけど、え、あ、スプリンとか、なるほど。え、なんかそれ先やってからの方がよくない？まあいいや。ゾンビキャリア、はあ、なるほど。さらにチューナーを供給ってこと？なるほど、わからん。うむ、まあいいだろう。なるほど、わからん。ギガンティックスプライト、え、こっから、こっからスプラティック始まるの、これ地獄なんだけど。いや、地獄なんだが、こっから、こっからギガンティックスプライト展開。あ、違ったわ、何これ、なんか見に来てきたわ。いや、なんか思ってたの違え。ゾンビキャリア、え、なんかやばいな。なんかエチュードはあれだ、こっちのターンにシンクロ召喚してくるぞ。これなんかやばいことしようとしてる、もしかして。え、でも822なんだけど、待って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 、これ、え、やばいか、もしかして、ええ、まさか。やばい、あーあー、ええー、いや、でも手札の効果は使えるのか、手札の効果使えるの熱いな、これ。手札と墓地の効果を使えるんだよ、フィールドで発動する効果が使えないだけで絡みていって、手札と墓地の効果を使えるんですよね。だから多分これ定流展開自体はできるんだ、これ。これなんか奇跡大きいか、これ。なんか並べて いきまくったらさ、これなんかワンチャンの星みたいなやつ生まれねえかな。ちょっと、ね、まあこれはアームドドラゴンですか。アームドドラゴンで持ってきて、でアームドドラゴンの効果発動します。で、なんかよくわかんないけど、とりあえず出します。なんかひたすら出していく、ひたすら出していく、ひたすらに出していく。レベルならめっちゃ並べよう、とりあえず一旦ね、殴りはすんだよな。で、テンペスト、あれですもんね、 VFD と違って別に殴れますもんね。そうですよね。え、これどうするの、これマジで。これさ、ちょっと待って、いや、分かったわ、ちょっと待って、これ分かったかもしれん、これはね、分かったかもしれんわ、俺もしかしたら分かっちゃったかもしれん。もうひたすらに精霊出すじゃないですか、これ。無限にレベルなら並んで草なんだけど。で、これもう一体出しとかないといけないか、もう一体出しとかないといけないか、もう一体出しとく必要あるな。無限に精霊出てきて草なんだけど。もう三属性揃ったか。で、いや、これね、あれだな、アライズハート入れてもいいな、普通に。で、こことこことここと、これ全部吸収してダメと出す。で、なんか守備表示モンスターいるからさ、殴るじゃないですか。はい。で、これは何もできないですよね、何もできない。あの、殴られるしかなくて、で、これエクシーズモンスター戦闘もらったということで、あ、ゼウスを爆誕させていく。ゼウスくん爆誕させていく。縦の方がいいな、こうだな。で、これ相手のターンだったら効果使えるから、カラビティはそのターンに縛るだけで、相手のターンだったら効果使えるから。あー、まあ、ドルイドはいいよ、ドルイドはいい、ドルイドオッケー。こっちのね、展開でね、まあ、光はあんまつかないから、あ、まあ、そうだよね、相手のあの墓地から除外するしかなくて、ビーステで踏まんの偉すぎるな、これマジで。で、これ多分ディスパテル効果使われると厄介だから、もうディスパテル効果使われる前に、これ除外カードないもんね、俺除外カードないから、効果無効にされない。つまりアーゼウス一見ガンダム効果発動、オーバーレイユニットを2つ使い、ヒズのカードを全て墓地に送る。バルネス使うだろ、まあ、バルネス使うしかないよな、バルネス使うしかない。よし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 、きた、うわ
ゼウス君効果発動、オーバーレイウィット2つ使い、フィードロー、このカード以外のカードを全て墓地へ送る、くらえ。いや破壊はいい、もう破壊はどうでもいい、そんなのはもう正直そんなのはマジでどうでもいい。はいはいはい、はい、問題ない、一切問題ない、破壊はもういい、どうせどれでもいいので死ぬしな。よーしよーし、全部押す落ちた。いやこれでワンキルされたらおしまいです。はい、耐えろ耐えろ、龍実況チャンネル。いやこれはね、まあまあまあそれはしょうがないんですよ。このザーゼウスが除外されたらもうしょうがない。でマグナム、あ、じゃあサロニールで出てくる。いやこれやばいか、これ何が出てくる、何が出てくる、アブシジョン、なるほど、カラリウム、はい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 、え、これ何できんの、こっからまた俺なんかやばいこと起こされるとかある。え、でもカラリウムでしょ、カラリウムでサーチするカード大してないんじゃない、これマナデム、リームハート持ってくしかないよね、リームハートでミークとか持ってこられても出てこないもんね。カラリウムのせいでチューナーのが墓地にいるとなんか打点が上がって特殊ができないからこれカラリウムの欠陥ね、これカラリウムの欠陥だから。そうだよね、しかも鳥のスリルも使ったでしょ相手。いやこれ何もできんくね、これ何もできんだろ、これ耐えたんじゃね、来た、耐えた、耐えました、来ました、これ神ゲー置きます、これ多分、これだって俺墓地のリソースたんまり溜まってるから、もう清流モンスターめっちゃ出てくるよ。清流モンスターはね、墓地に行った時のねパワー半端じゃないから。いやもうこれ全部蘇生でしょ、全蘇生、まあ、とりあえずテンペスト、テンペストで除外するで、これ出すでしょ、はい、ほんでこれどうすればいいんだろう、わかんないからこれ全員出すか、とりあえずわかんないから全員出すわ、わかんないから全員出して、わかんないから全員出すわけだね、はい、でこうするじゃないですか、まあこうかで、こうでしょ、でちょっと待って、あ、分かった、これ分かった分かった、これカラミティ返しすればいいんじゃね、やべえ来たわこれ、来た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 、あれ、あ、違う、あ、間違えた間違えた、レドックス打点低い、間違えた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 、やべえやべえ、ちょっと待って、ちょっと分かった分かりまし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 た、すいません、ちょっと待ちました、間違えましたがちょっと問題ない、大丈夫、今計画通り一回ここでこうするでしょ、でスターシップギャラクシートマホーク出す、でトマホーク、これねマジのね神ゲーをね爆発させることが、ね、できるかもしれない、皆さんにお見舞いしよう、このアーゼウスでまくった後カラミティで蓋するという最強のムーブえ強くね、それ強くない、アーゼウスでまくった後にカラミティで蓋するなんてことできるのこれ、このデッキ最強じゃないの、マジ最強なんだけど、で、スプライトエルフ出すでしょ、でこれマジででもさ、これ理論上できるよな、まあ手札が決まってればだけど、なんかめっちゃ整理出して、なんかひたすらに整理出して、とりあえずアーゼウス流して、で相手の妨害全部踏んでさらちにした後に墓地の整理再び蘇らしてから、何トマホークしに行くっていう、普通にこれ理にかなってるだろ、これなんかあんまイメージして作ってなかったけど、ここ暴天荒だな、こっちでこうして、はいはい、やばい、マジの神ゲーが起きそうで、幻獣機トークンが出てくる、で暴天荒の効果吐き、はいはい、でサベ出す、おいおい、おら暗い、これが本物の絶対破壊神だよ、貴様なんてのはな絶対破壊神とかいう名前ついてるけどな、アーゼウスとかいうモンスターでまくられるようじゃダメなんだよ、アーゼウスでまくってからカラミティ、これだこれ大事だから、アーゼウスでまくってからカラミティなんか言ってることはマジ強いけどね、言ってることはマジ強い、でアクセルじゃねえや、アクセルか、アクセルシンクロン出します、ういうい
効果あるぞ。で、これで、来た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 、これは来た、これいけるぞ。優先権渡った瞬間に殺せる、マジで。ノイズ殺す、分からせる、カモンカモン。なんか動いてきた瞬間にあるからな、もう動いてきた瞬間にあります。さあ動き出せ、せっこい、ここアクセルシンキングの効果、うわ、絡みつく、時間振り切って限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思い繋いだら行くのさ、まーいで効果発動、このターンお前はフィールドで発動する効果を一切発動することはできない。これが絡み切り返し必殺きたー、よーし、しゃあ見たかこれー。